どうも高鍋明です。本日はですね、この先テレビです、香取の海側にある、平塚製菓でよかったよな、平塚製菓の、チョコレート工場に向かおうとしております。もう間もなく着くところに差し掛かっております。で、平塚製菓さんのこの工場なんですけれどもね、できてまだ2年ぐらい、その千葉のこの工場に関してはできて2年ぐらいしか経っていないそうです。それでですね、この平塚製菓さんなんですけれども、まあ、チョコレートを主にメインで作っている工場らしくてですね、自分が今行っている職場では相当人気がありますよ。本当にこのチョコレート美味しいんで、皆さんにはお勧めしたいですね。ただ、ちょっと遠い雰囲気なところありますよね。ちなみにカメラで映っている奥にある、赤い屋根のアパート群なんですけど、これ自分の見てるそのサニーモトブログさんでなんか紹介されたことがある、廃墟らしいです。こんなところにあるんですね。このね、平塚製菓ファクトリーショップの、すぐ近くになります。おお、はい、こういうアクシデントもありましたけれども、到着いたしました。はい、到着。では平塚製菓のところを後にしまして、これから茨城県の神栖市にあるある海水浴場まで行こうと思います。目的はですね、まあぶっちゃけラジコンの撮影ですね。あとその自分自身がどういう浜なのかちょっと興味ありますんで行くって感じです。で、でサリー元ブログさんが来たと思われる廃墟を後にします。じゃあ近くだね、もう後にします。